ったです。私はとても朝に強いということが証明されました。ありがとうございますただいま7時です。お、今日もなっちゃん朝配信で助かってますって。いや、ありがとうございます。いえいえ、おはようございます皆さん。今日は4月12日ですね。お、今日12のつく日だ。12のつく日はなっちゃんの日。なっちゃんの日だね。ほんま？応援部隊がすぐに出っ放し？確かに。回収します。そっか、確かに。おもろい。それは。え、絶対風邪ひいとるやん、私の。絶対私の応援部隊ちゃんたち風邪ひいとるやん。やばっ！野宿させてしまった。え、ほんとや。しかも結構大量。でもこれすごいよね、リアルタイムで映ってるの。いや待って、あのでも他にもいた他にもいた。あの野宿させてしまってる。おにぎりありがとうございます。ちょっと口の色がない。ホイップホイップ。そうじゃあ私昨日ほらここにピアス外して、ここのピアス外してつけてない。おにぎりありがとうございます。テロップ待っててね。配信始まった。配信始めたルーティーンがちょっとまだ済んでおらんです。おはよう。おはようございます。今日も一日頑張っていきましょう皆様。可愛い犬のセーター、こんにちは。可愛いじゃろ。ジェラピカです。ジェラピカ、パジャマです。
超かわいいパジャマです。なんかさ、もうそろそろさ、春物のさ、パジャマをさ、パジャマにさしようかなってさ思うけどさ、結構さ夜寒い日ない私の部屋の構造がすごい冷たくなりやすいのかもしれないけれどもさ、寒いじゃない。だからもうまだ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 冬のパジャマたちが大活躍しておりますね。寒いよね。あ、皆さんありがとうございました。おはようございます。ちょっとプチ出席確認。おはよう。おはよう、おはよう。グッドモーニング、グッドモーニング。私も、ああ、待って、このウェットティッシュ、生きてる。超可愛くない？カーカーン。今年も。クロミちゃんに投票しましたか皆さん。え、あれって毎日投票できますよね、キャラクター大賞みたいなやつ。今日も投票します。おはよう。 JKT48 ご存知ですか？ Yes I know。 おはよう。そう、誕生のサンリオキャラクター大賞。クロミ去年3位だった。1位は取ったことないんかな。まだトップ3には入ってるんですよ。あ、そうヨシキティ、ヨシキティもノミネートされてます。おはよう。ちょっと待って、なんかすごい素敵な、あなたに会えるから私の朝は明るいですって、なんかすごいいい、なんかすっごいいいこと言ってくれるじゃん。ちょっとみんなも言って。いや、そう、シナモンが強すぎる。え、ね、そう、シナモンだってさ、普通にさ、ハローキティとかさ、サンリオを支えてきたさ、今までの大御所たちをさ差し引いてさ、あの存在感よ、ほんまにすごいよね。おはよう。いちごは好きですか？大好きです。え、フルーツの中で一番好きかも。ちょっと前髪がと散らかっております。そうそう、キティちゃんがさ、なんか多分さ、キティちゃんはもうさ、なんか殿堂入りって感じよね。なんかみんなキティちゃんは殿堂入りしてると思ってる。キティさんも出場されてますせってね。でもなんか正直さ、なんかもうキティちゃん殿堂入りにしていいよねなんかニューフェイスたちを
対象に、あでもキャラクター対象だもんね。なっちゃんウォッチアニメ転すら、あーあなんかアニメでもアニメでさなんか新しいの始まったんかいね。こんばんは。でも見てない転すら。千穂さんあ、今日なん？金曜日？でももう何回かあったんかな。え、千穂さんのあの役がどんな役なんかめっちゃ気になる。どんな系なん？なんかめっちゃさ巫女さんみたいな格好してるよね。巫女さんみたいな格好してるけんさ、どういうキャラの子なのか気になる。なんかめっちゃあのキャラクターだけを見た私の千穂さんが演じるキャラクターのなんかこうなんていうあのビジュアル写真だけを見て、えそうなんか角生えとるよね。なんかめっちゃさ器用な感じな気がする。器用なキャラじゃないちゃう。なんかめっちゃなんかあの小さい頃からなんか小さい頃から体が弱くてみたいな、なんかそんな系なキャラに見える。なんかおるやん、なんかそういうキャラクター小さい頃からこの子はみたいな。違うんかな、なんかそんな感じなんかと思ってる勝手に。え、プレミア席もし、え、落選祭りもしかして星になっちゃってる。キティちゃんは逆にもうイベント仕切る側のキャラ。確かに。おお、お疲れ夜勤おはようございます。勝手に思ってるあったので、そう勝手に思ってます。どんなキャラなんやろ、めっちゃ気になる、気になるんか。おはよう。お花っちゃそ、お花っちゃそです。X&Instagram マイアカウント Please follow me でも誰でもわかる、誰でもわかる、誰でもわかる英語。Please follow me. Look at me, look at me. トゥル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 。鬼に人って書いて鬼人って読むんかな。鬼人であっちゃう。おはよう。兄さん一番好きな曲は何ですか。おお、I love Japanese rock bandUber World. I love my soul rock band. 私の魂、魂の一部。爪青です。
なんかこうやってさ、こうやってめっちゃ遠近法でこう爪を見せびらかす、なんかあれが流行っとるし、ブルー。でもね、ちょっと7周年の前にね、ちょっともっとこれ自分で塗ったんですよ。これ自分で塗った、これは自分で塗ったやつなんだけど、ちょっと7周年前にちょっと可愛くデコってもらいます。なので今はちょっと爪を育成している途中です。ね、可愛いよ爪。おにぎりありがとう、皆さんおにぎりありがとう。確かにパジャマの色と合ってます。爪育て、爪育てます、育ててます。ねえねえ、皆さんに聞きたいことがあるんですけれども、皆さんに聞きたいことがあるのですが、配達のさ、配達のなんだっけ、代金引き換えみたいな、代金引き換えみたいなあるじゃないですか。あれってさ、あれってさ、ちょっきりないとさ大変だよね。ちょっきりないと大変だよね。どうなんだろう。あ、代引き、代引き、そう、代引きってやつ。え、あれさ、なんかさ、 QR 決済みたいなんできたらいいのにね。あ、お釣り、あ、一応、あ、お釣りくれる気がする。あ、よかった、いけるんだわって。そう、なんかドキドキしてるんです。あ、お釣りは持ってきたんだけど、いつもちょっきり用意してる。お釣りあっても平気だけど、できればって感じだよね、だよね、だよね、だよね。でもさ、なんかすっごいさ、なんか謎にさ、細かい金額、なんかさ、細かい、なんていうの、端数がさ、めっちゃ細かくてさ、今お財布に、お財布にちょうどあるか。そう、心遣いね、大事よね。なるべく、なるべくさ、なるだけお釣りが出にくい方法でちょっと頑張る。ドキドキだよね。多分さ、すっごいさ、ジャラジャラにお釣りがさ出るとめっちゃ困るよね。だよね。ちょっと確認してみます。ちょ、確認させて。お財布取ってくる。お財布を取ってくる。ただいま。あー、待ってー、めっちゃぐしゃぐしゃになってるやん。なんかさ、私のさ、私のお財布ってさ、待って、天才かも、天才かも。あの、ちょっとさ、ちょっとこの前にさ、ちょっとさ、え、だよね、絶対あの、あれだよね、もうあの、準備して、準備して、あの、スッて、あの、スマートにさ、ありがとうございますみたいな感じで、大金何円何円ですって言われてさ、もうめっちゃスッて出したらめっちゃかっこいいやん。いや、もうちょっと私準備しとこうと思う。え、天才かも。なこういう時にさ、端数が500何円の時にさ、端数がさ500
何円の時にさ500円あるのかっこよくない？ねえ500円あるのかっこよくない？あの100円5枚じゃなくて500円あるの超スマートじゃない？超スマートだわ。やばい、お釣りいらないぜはかっこいい。でもさ多分後々困るんだろうね、なんかこう計算とかで後々困るんだろうね。え待って、しかもさ500円玉は私今2枚も持ち合わせてる。いや480円な時が多いって。綺麗な500円でね、やっぱり。あえ待って、私のさその代引きのさ端数が525円なのね。きっちりな金額を、そうやね、封筒に、いや入れると逆に大変でしょ、確認とかするのが。え待ってよ端数さ525円なんだけどさ、そんなことある？5円玉がない。あ、500と20はあるの、500と20はあるの。 Oh my gosh、 封筒は出しといてほしい。 OKOK 貴重な意見をありがとうございます。そうだよね、封筒はあれ、うわー、ちょっと、え、ちょっと私の最近頑張ってること、あの小銭を減らす小銭を、なんかいつもなんか何も考えずにあのこう汗汗ってなってさ、とりあえず1000円以下のさお会計スッスッって、なんかわかる、あのなんか何円札、お札ってさすごいさあのスマートに出せるやん。ちょっとスマートに出せるを意識して、いやでもねちゃんとね端数500525円のところあの30円です。あのすごいあの申し訳ない、あの5円のお釣りですっていう、あの5円のお釣りですっていう、すごいなんかあのすごいご縁がなんか舞い降りてきそうですね。どうだろう、530円は許される、許してくれるかな、いいよね、ご縁がありますということで丸く収まって、私がお家を出るまでにくれば完璧ですね。そこから始まるご縁がありますよ多分。そう、五円玉、まさかの、すごくない？ちょっと五円玉がさ、あの1円玉かけごと五円玉がだいたいさ、なんかこうジャラジャラしちゃうじゃん、お財布ってジャラジャラしちゃうじゃんね。そのところこんなにスマートに私ここはマジであの私が一番あのなんかこう胸を張って見せれる場所です。じゃーん、いくらでも見ていいですよ皆さん。ほら超整備されてますね、ここだけは胸を張って皆さんに見せれます。他は見せれません、他はちょっと秘密主義なので、はい、ガードバリア。あ、今日の金運上がりました、ありがとうございます。アイドルのお財布の中身が見れる世界線すごいって、とても好印象でございますでしょ。
ありがとうございます。いやでもね、思うわ、なんかお部屋を探したらちょっとこうちょちょちょってやったら五円玉出てきそうなんかあるやん、時々さ、時々なんでっていう場所にさ、なんでみたいな、あなたどこから来たのみたいなさ、どこから来たんですかっていう場所からニョキって出てくるあの小銭ちゃん。いやあのね、絶対あれなんよ、こう自動販売機とかでさ、こう大きい大きい金額入れてこうドロドロドロって出てきたやつをこのまんますってこうね、こうポッケに入れちゃう時とかね、ありますよね。そう、そのねお釣りたちがなんか多分ピッてピッピッピンピョって、いやマジでソファの隙間ワンチャンあるんよな、ワンチャンありそうなんですよね。ちょっと私のソファの隙間ってほんまにさ、あれだよね、宝庫、あのソファの隙間ってマジ宝庫だよ。とりあえずなんかあれなくなったみたいな、何々ないって思ったら、何々ないって思ったら、あのソファの隙間見るといい。私のさ実家のソファーがさ、ほんまにさ何でもさ物吸い込むんよ。この前さ深い隙間があるんですよね。だから私定期的にさそこをさちゃんと見るようにしてるんだけど、この前携帯吸い込まれて嘘だろって思ってびっくりしちゃった。ヘアピンとか出てきそう。そうめっちゃ吸い込むんです。だからみんなあの定期的にあのソファーの隙間は見た方がいいよっていう、あのはい、私なんかがはいちょっと言ってみましたえでもないでもね、多分なんかね、全ての上着のポッケをひっくり返したらちょっと5円出てきそう。でもなんかさ、分かる、もう分かるって分からんと思うけどさ、なんかさ大体さお部屋からさなんかえみたいな、あらあなたどこから来たのっていうさ、なんか転がっとるさお釣りってさ大体10円じゃない？なんでなんだろうね、なんか相場10円じゃない出てくるの。だからなんか見つけられない気もする。なんでなんやろうね、なんか1円もあんま見んな、なんか10円なんよね大体。あ、仕事行ってきます、いってらっしゃい。カバンの底とか、あーどうだろう、あ犬飼ってると隙間に隠して、そうね、なんかそう5円ってさあんまさ、あそこにいたのっていう感じでさ見つけることなくないよね。確かに金属探知機やったらすごい反応しそう。えなんか思ったんよね、なんか頑張ったらカバンにありそうみたいな。ちょっとあらゆるカバンを探してみるか。そう五円玉意外と輝いている。えなんかね、五円玉あんま見かけんじゃねとか言いながら、なんかテーブルの上とかにあったりしないですか？ないですね。セルフの機械に小銭全部入れるからもうふえー。そうそう、ちょっと待って、メイクポーチにはさすがに入ってないよね。入ってないですね。いやそうなのよ、カバンの中って結構ありがちやから、ありがちな。ちょっと今なんか見渡す限り、なんかさわかる、なんかあの棚の上とかにさ、なんかさ時々さなんかこう急いどってああみたいな、なんかめっちゃ小銭入っとってポッケに小銭入っとってなんかジャラジャラするってなってさ、ジャラジャラしてるって時にさ、
なんかこうスッとさ、なんかさ人間置いていきそうじゃん、棚の上とかに、棚の上とかに置いていきそうじゃん。ちょっとそれを今私見渡してちょっと棚の上を確認してるんですけど、棚の上を確認してるんですけど、はい、おお、あれ違うか、いやなんかねちょっとありそう、ちょっとありそうなんですわ。あ、どうもこれ相川翔メガネです。相川翔のようなメガネです。相川翔さんみたいなメガネ。ピーない、ない。あ、だからびっくりした、めっちゃあると思ったら、めっちゃあると思ったらこれ自分が準備する。いや、そうそう、うん、あれかってなる瞬間わかるよね。あれなんだ、あー、おーおー、茶色い、あー、ヘアピンですね、あれヘアピンですわ。しかもめっちゃリボン、めっちゃリボンのヘアピンですわ。超目視、やだー、自動販売機の下の向きの旅してる同級生なんかおったわ、それ、なんかおったよね、それするわ。やっちゃいがち、このメガネ、このメガネ非常に可愛い。いや、五円玉探しの旅します、ちょっとこの後時間が許されるまで。ね、もう私ぐらいになるとこうやってやったらこう、もう五円玉からこうね歩いてくるみたいな。はい、五円玉、五円玉って言ったらこう、もう歩いてくるみたいなね。今そういう超能力が超欲しい。五円玉、五円玉、うわ悔しい、悔しい、超悔しくない？五円玉にエアタグ、もうエアタグの方が高いわ。財布戻してきます、カバンに入れてかない。いや待って、怖い怖い、五円玉が返事してきたら、なこういう時に、そうやね、こういう時にあのレシートお掃除、クロミちゃんが怖い、それ怖い、なんかマジックみたいな、なんか実は皆さん気づきましたかとか言ってから、こちらってクロミちゃんが加えてますとか言ったら怖い、すごすぎる。なんか、え、なんこれ、なんで、あ、待って、ちょっと私のカバンすごい、待って、私のカバンエモすぎるかもしんない、ちょっと待って、桜の花びら出てきた、いついつ待って、全然五円玉じゃないんだけど、ちょっと嬉しい、桜の花びら出てきた、ご縁かと思った、ごめんみんな、全然桜の花びら、じゃーん昨日のあれですね、昨日お花見した時に、え、ちょっと危なくないじゃん、私ならずっと外ポケット開けた状態で、はい、ソファーの隙間じゃないから、みんなソファーの隙間じゃないからね、カバンの外ポケットです、危な、ちょっとカバンの外ポケットちゃんと閉めようって思った今。そうそうそう、昨日の、多分昨日、どうだろう、わかんない、でめっちゃピンクで綺麗、ね、なんかいいこと起きそう、そんな気がします。おはよう、意外とさ、人ってさ、
意外と、え、バッグの中超綺麗よ。見せんけどね。あ、待って、いや、ちょっと嘘かも。ラムネ出てきた。え、ちょっと怖い。この前のクッピーラムネだ。クッピーラムネが一個だけなんか転がり出てました。それ以外もう超綺麗、何もない。それ以外何にも入ってない。あ、その何も入ってないって言ったらあの嘘になるけど、目薬とか、目薬、エアポッツ、お財布って感じかな。超スマートじゃん。あ、こう、なんか分からんけど、なんかこういつかなんかこうなんかラーメン食べる時とかになんか便利になるんじゃないかっていうヘアピンも入ってます。女子力ですね。とても女子力ですね。はい、というわけで、あの私のカバンは、カバンの中にはあのカバンがとても綺麗なため小銭は入っておりませんでした。めでたし、めでたしではないか。ちょっと五円玉なかったです。はい、うん、朝から美しい夏希に会えるなんて幸せすぎて二度寝しそうって。しちゃえしちゃえ、めっちゃ悪魔。しちゃいなよしちゃいなよ。いや、そんなことを言っちゃダメ。二度寝っていうのはね、二度寝して起きるとちょっと体がなんか重たいなって感じがして、だいたい 2.5 度寝ぐらいしちゃうよ。部屋の中ダウンジング、いや、やっぱコートのポッケの中やな。ちょっとこれは私この後探して、ちょっくら探して、見つかった場合メールします。見つかった場合なっちゃん通信でモバメで送ります。皆さん続報を待たれよ。え、なんか電子決済ねできんと思う。なんか調べたんよ私、調べたんよ。そしたらなんかコード決済が、電子決済が対応しとる、なんか最近ね対応され始めたんだって。え、なんかでもなんかさ、しっかりと書いてなくて、なんか曖昧、なんか私がトロラって調べた情報やけん、あの正しいか正しくないかは分かんないけど、なんか黒猫ヤマトかな、黒猫ヤマト、え、どっちだっけ、なんかか、なんか郵便局どっちか郵便局のどっちかが、なんか、あ、黒猫か、黒猫だ、なんかが最近始まったんかな、なんか始まりましたっていうのが検索出てきた。始まりましたっていうやつを見たので、へー、でも今回は黒猫ヤマトさんじゃないや、ないので、しっかりと準備してます。キラキラキラン。でもめっちゃ便利だよね、ピロンって。黒猫ヤマトだけだって、黒猫ヤマトの配送だったらコード決済できるらしい。なんか地域に、え、でも多分全地域だよね。おはやーね、今日一日皆さん安全に楽しく過ごしましょう。
朝ごはんです。朝ごはんのグミ。なんかそれグミ食べたら目覚めん。確かになんかいい声してるカラス。普通のカラスとちょい違う。咀嚼するけんかね。宅配ボックスがあると便利ね。宅配ボックス便利。あると便利ですね。おいしい。グミっておいしい。何個でも食べれる。おはよう。なんかさ、私あんまり朝ってお腹空かないからさ、なんか物食べない人なんですよ。あったら食べるけど、あったら食べるけど食べない人だけどさ、なんかさ時々さ、なんか薬とかってさ、なんか食事の後に飲んでくださいみたいな、なんか胃がびっくりしないようにさ、なんか食べてから飲んでねみたいなあるじゃん。だからしっかりと、しっかりとちょっとでも何かを入れて、ちょっと胃をこう、胃をちょっとこうね動かして、ちょっとお薬でびっくりしないように、そう、胃を痛めないようにちょっとね、あがいてます。はい、あがいてます。グミであがくっていう。そう、いや、そうなんよね。私朝はなんか、朝はさ、なんか意外とテキパキ動けるんだけどさ、なんか逆に朝ごはん食べしっかり食べると、なんかこう満腹感でもう、うー動けないよーってなる。そう、朝はマジで、あのマジでなんかもう体もうお腹の中空っぽな状態が一番もうテキパキ動ける。カラス、なんか意外とさ、なんか空腹時の方がさ、体ちょっとなんか、あの体動くことない？これ私だけかも。絶対なんか、絶対体には良くないけどね。あー、でも確かに頭が動かん。頭は確かに、体は動くけど頭は動かんのかもしれない。なんかさ、いろんなさ、いろんな味のさ、グミがさ入っててさ、私大体こういう色のやつが好きなんだよね。一番色の濃い、一番色の濃い、多分あなたはベリー系の味でしょみたいなやつがめっちゃ大好き。あ、やばい、グミ何個食べた？今で4個目な気がする。合ってる。このなんかやけんさ、ピュレグミとかでもさ、あ、ピュレグミじゃない、ピュレグミは1種類しかない、ポイフル。ポイフルとかでも、あのピンクとか紫とか、あ、絶対あのあなたベリー系でしょみたいなやつが大好き。ポイフルも、濃ゆいピンク。
私ポイフルとかもあの濃いピンクが好きやから、そう真っ先にあのポイフルを見るときにロックオンしますね。あとハリボ、なんかクマのさ、ハリボのゴールドベアだっけ、いろんなクマのさ、いろんな色のクマのグミあるじゃん、あれとかもちょっとパッケージをこうかかっとるパッケージをこうさーって見て、こうひとまず表面にあるね、表面にある中で一番どれがこのベリー系のこのね濃い色ね、濃いピンク系の、絶対君はベリー系だっていうのなんかあるんよ、やっぱ結構パッケージ個体差、結構個体差あるんですよ、えこれめっちゃ多くないみたいな、そうだからこう見れる範囲内で見て君に決めたって選ぶ。もうあと3個しかない、悲しい。で3個しかなくて真ん中にベリーが来てる、今がやめ時だ今が食べるのやめる時だ。はい封印、はい素晴らしい。食べ過ぎを止めました。はい、というわけで皆さん今日の朝配信ありがとうございました。みんなとちょっと今日一のちょっと悩みを解決できてよかったです。思ったよりあのお釣りが大きなお釣りが出ないのでちょっとよかったです。みんなで解決できてよかったです、ありがとうございます。なんかね悩んだ時にはねやっぱりこう皆さんが頼りになるなって思いました、本当に。あ色で想像してはいて全然関係なかったらノーバグで、わかるわ。なんかあるよね時々なんか青いさ、なんか青いシェイクとかがあってさ、うわーみたいな、めっちゃ美味しそうみたいな、ブルーベリー味とかかなーとか思って飲んだらさ、なんか塩味みたいな、みたいな、塩味時とかあるよね。青色のやつとかね、だいたいあのなんかそう、私一回びっくりしたのがなんか青いかき氷、なんか海外で青いかき氷を食べるタイミングがあって、わーと思って、青いかき氷やーと思ってさ、あの日本で言ったらなんかあのブルーハワイ、あの名もない味、名もない味やんかでさ、って思ってさ食べたらね、なんかね何やったっけな、すっごい味あった、えみたいな、ブルーなのに、なんかめっちゃいちごの味する、なんかベリー系の味、なんかブルーなのにでもブルーベリーの味じゃないの、なんかあのなんか海外のベリー系みたいなやつあるじゃん、なんかそうなんか青なのにいちご味なの、そうでみたいなすごいびっくりして、じゃあ隣にあるなんか隣にね赤いシロップもあったの、だからじゃあ隣にある赤は何なんだと思ってちょっと好奇心働きまして食べたんですよ。そしたらさ何味だったと思う、赤普通さ赤がイチゴみたい な赤がベリー系であってよって思うやん、脳内バグ、赤がベリー系じゃないみたいな、相場赤ベリー系じゃねみたいな思うやん、赤と青並んどって、でもちょっと私は好奇心が働いてブルーを食べたものの、あのまさかのあの大好きなベリー味を当てるっていう、で赤があのバニラ味嘘でしょみたいな、そうなんかバニラ味のシロップバニラみたいな、そうなんか
そう、なんかブルーハワイみたいにただ甘いじゃなくて、なんかあのバニラのなんか抜ける風味があるんですよ。でバニラみたいな、そう、赤バニラブルーがいちごみたいなベリー系の味、脳内バグだなと思って。なんかさ刺激的な生活だよねって思う。なんか脳がねいいよね、脳にいいバグりが起きていいですよね。絶対脳の刺激が多分いい刺激になってると思う。そう、驚いた。そう、海外って意外とねなんかそういうの多くて、なんかこうなんか色、この色といえばこれだよねみたいな、なんかちょっと色の概念にとらわれない感じ、なんかそれもそれで素敵やなって思う。いやなんかマジでさ、日本でさそういうの、日本でそういうのあったら絶対さクレーム出す人おるやん。絶対クレーム出す人おると思わん？でもさ結構なんかこうそのお店がなんかちょっと結構長く続いてるなんかこうデザートとかはなんか好きに食べていいよみたいな、そう、あ、ちょ、待って、やばいグミを買って、ちょ、甘い話してたらね、ちょっと甘いもん、そう思ってたのと違うからみたいな、ちょっとなんかちょっとみたいなあるやん。でも結構なんか長めに続いとる、なんかこう街で愛されとるレストランみたいな感じだったから、おーみたいな、すごいみたいな。お、ハワイのかき氷もそんな感じだったって。それハワイの話なんですよ。もしかしたら同じかき氷を食べたかもしれませんね。ね、そうやけん海外やとなんかこの、おお、アメイジング、何これ超面白いじゃんみたいな、色と全然違う味がするっていう変換になるんよ。最高、そのバイブス大事。マジでマジでなんかさ思うもん。なんかクレーマーっていう、俗にクレーマーっていう人おるやんか。なんかいや、こんなことで怒るみたいな、こんなことで怒るみたいな、いやマジ人生楽しいみたいな人おるやん。こんなことで怒りますかみたいな、いやマジ逆の発想してみみたいな、逆の発想、えみたいな、え持ってみたいな、色と味違うなんですかみたいな。違うなんですかって。おもろすぎやろーみたいな感じでさ考えたらマジ人生楽しくなると思う。なっちゃんって色や形にこだわることありますか？へえ。なんやろうな。でもまあでも好きな色とかはあったりするよね。好きな色とか、好きな色とか好きな形とかはあったりするんじゃないですか。でもなんか時々なんかそのなんていうんだ、想像を超えるなんかね、そういうみたいな、なんかこう意外な裏切りとかがあると、あーみたいな、めっちゃテンション上がる。そう、というわけでそんな感じのバイブスで今日生きていきましょう。今日のラッキーアイテムはポジティブに考える心です。ポジティブに考える心です。でもなんか海外のさ破天荒っていうさちょっとイメージってそういうのもつながってるんかなとは思う。だからなんか日本の人ってさなんかこうおとなしいみたいな、まあね、なんかトータル的なねイメージっておとなしいみたいなイメージやんか。まあこういう人もいますんで。今日のラッキーアイテムはポジティブな心。あ、五円玉じゃないか。確かにめっちゃいいじゃん。今日のラッキーアイテム五円玉です。皆さん、今すぐお財布が開ける状態にある方は。お財布の小銭コーナー、
小銭コーナー、小銭コーナーを調べてみて、五円玉があった分だけラッキーになるよ。わーい、マジか、コンビニで崩すか。そうよ、やけん逆に、あの逆に今日なんかちょっとこう、あのね、でもね、あのコンビニで崩すかって、あの店員さんが、あのもうでも大体あれか、あの自動レジでやってねあの自動生産のできるあのレジでやってね、あのみんなか、ちょっとあの、え、自動販売機って使えないか。五円玉、あ、棚に五円がある、すごい。あ、その五円玉をお賽銭箱に入れてさらにラッキー、間違いない。五円がない、イライラ私も同じだったから、私も同じだったから。でも今日あのその代引きのお釣りで5円が手に入ります。私、ありがとうございます。駅のホームで財布確認するのねって、ありがとう。あの乗り遅れんでね。あの乗り遅れた原因、お財布に五円玉があるか確認したためとか、あの遅延証明書でんけんね、遅延証明書欲しいです。なっちゃんともご縁を大切にしたいね。そう、ご縁大切にしよう。行ってきます、行ってらっしゃい。うまくまとまったような気がする。そうだから、この辺で配信を終了しようと思います。そして、あ、めっちゃカラス。そして明日はね、KRY ラジオの KRY ラジオさん、山口放送 KRY 山口放送さんの KRY ラジオの土曜だっていう番組に出演させていただきますので、お便りもお待ちしておりますので、お便り募集中ですので、リポストしますので、たくさんのお便りお待ちしております。ご縁ご縁、嬉しいご縁ですね。こう地元山口県でお仕事できること、とても嬉しいです。では壇上読んでいきます。13位せいやんさん、ありがとうございます。12位かずきさん、ありがとうございます。11位かるかんさん、ありがとうございます。10位こうじさん、ありがとうございます。9位ごきざり、 Thank you。 8位あきさん、ありがとうございます。7位タイムファイヤーさん、ありがとうございます。6位けんけんさん、ありがとうございます。5位山勝さん、ありがとうございます。4位ハイキーさん、ありがとうございます。3位サージカルさん、ありがとうございます。2位ジトクさん、ありがとうございます。そして第1位ピオーネさん、ありがとうございます。はい、というわけで、明日じゃなかった、今日の夜配信は、今日の夜配信も22時を予定しております。22時からまた夜配信で会いましょう。すごい、え、すごい、待って、盛り上がり指数が8000もいきましたね。すごい楽しかったです。またぜひ夜配信も楽しみましょう。また来てください。22時ニコニコです。では今日も元気に皆さんいってらっしゃい。花金だよ、花金ファイト、私も頑張ります。では、五円玉の五円だね。じゃねー。